ドジャースのグラスノーとベッツが共に番組に出演。ムーキーベッツがタトゥーを入れていたよね？と尋ねると、グラスノーは唇の裏のタトゥーを見せた。ベッツそれは何？グラスノーのジュースだ。と、アメリカのラッパー、ブージーバッタスの曲が好きなことを明かし、他にも足の裏にもタトゥーがあり、変わった場所にこだわりを見せた。うわーって感じだな。日本人の感覚からすると、何より痛そう。めちゃくちゃ痛そう。グラスノー、本当にあの男？結構やんちゃなんだね。タイラーと一緒にダサいタトゥーを入れに行きたいわ。グラスノー唇の裏に足の裏にも隠れたこだわりなのかな。グラスノーのノージュースタトゥー普通にめちゃくちゃダサくて笑う。そんなところも好きやで。ベッツが小さいと言っても175あるとはいえグラスノーがデカすぎる。グラスノー僕の手の方が翔平の手より少し大きかった。僕2メートル3は翔平1メートル93より少し背が高いからね。なんやこの話を。またグラスノー好きあらば大谷の話してんのか。しかし唇とか絶対痛いやろうに、そこに入れるなんてよっぽど好きなんだろうな。ブージー